平成31年2月5日、阿蘇市立山田小学校の PTA が文部科学大臣表彰されたことを受けて、山田小学校の校長と PTA 会長が阿蘇市長らを表敬訪問し、表彰を報告しました。山田小学校の PTA は昭和22年に設立され、現在は保護者、教職員ともに 100% の活動参加率があり、小規模校でありながら地域と連携し、放課後子ども教室や公民館活動などを積極的に行っています。これまでの実績が評価され、平成30年度優良 PTA 文部科学大臣表彰を受け、昨年11月21日に東京で開催された日本 PTA 創立70周年記念式典において賞状が授与されました。山田小学校は少子化などに伴い、今年の3月に閉校し、翌4月からは内巻小学校と専攻統合します。この日、阿蘇市の佐藤市長と阿南教育長は報告を受け、閉校という最後の年に長年子どもたちのために取り組んでこられた成果が大きく評価され、優秀の美を飾ったと受賞を称えました。そうですね、やっぱり地域の方々も一緒に含めた中でですね、子どもたちをこう見守る活動というか、そういったご協力いただいている中で、また今年はこの2年、3年余りはですね、閉校ということもこう視野に入れた中で、校長先生、教頭先生とも、もう特に私たちは3人4脚でですね、勤めてきましたので、そういった熱意がですね、総じて評価いただいたのかなと思っているところですね。